こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。フィルインの第3弾ということで、アライオットフレーズ、レッドレッドというフレーズですね。このフレーズよく使うと思います。ワン、ツー、こういうフレーズですね。で、これってすごく高速ができるんですよ。で、ラテンとかでもとかも使うし、4ビートでアートブレーキがね、ダル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 のフレーズみたいな時にっていう風に使ったりします。なのでよく使うんですけど、これって右手の動きが3拍子で考えると、で、左手が、左手って動き一緒なんですよ。だからこれが速くならないところの原因は、ここで押さえつけちゃうからじゃなくて、左手はずっと8分叩いてるみたいに、こんな感じね。ここで押さえつけると、これはドカドッタドカドッタって、あれはトンのところで力を入れるんじゃなくて、というフレーズが使うことができます。で、練習するときはどうすればいいかというとですね、まずせーの、せーの、せーの、左手と当たるので、タカダッタッ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 タって、それぞれ一拍ずつの歌を覚えると、この足をまたいでいけるので、目分量じゃなくて、練習してもらうと、使えます。この、2段目に書いておきましたが、2拍のフレーズ、こういうのでも使ったりします。スタートの位置が1裏からっていうのがすごくよく使うんで、5回フレーズがやって1頭になるので、1,2,3,4,5 とか 1,2,3,4 どっか 2つ1個多分重複しなきゃいけなくなってしまいます。という感じで、このアラヤットっていうのこういう感じでも使えるし、いろんなところで使えると思います。なので、これスタートの位置をね、どこからスタートするかっていうことですね。あと、高蔵さんが前言ってましたけど、これって左からのでやっぱりなかなか高速化しないんですね。高蔵さんでも高速化しないってことなんで、左から入ったい時は、こう立っとこどっから始めたい時は、立っとこどん、立っとこどんの場合は左からさ、立っとこどん、立っとこどんは立ったったかの場合はでいいんだけど、たったかの場合は、まんまるちゃんの場合だけはっていう風に、回した方がいいというお話を聞きましたので、ここら辺のお話をしておきたいと思います。というわけで、アライオットフレーズ、このアのところがね、こう開いちゃってるんですけど、これなんかこうバグなんですよ。どうしてもアの後はどうしても半角開いてしまう、何の意味がわかんない、まあ、この話はどっちでもいい。というわけで、アラヤットフレーズのフレーズをあちこちで使えるといい。ジャズでも使うし、ラテンでも、フュージョンでも、もちろんポップスでもよく使うので、このんたかたったの手順をよく覚えておきましょう。本日は以上になります。今日は、最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひ
メールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします。三大特典もついておりますのでぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。